参りましょう。はいはいはい、早速ですがハガキが来ておりますよ、ペンネームペニーレインの消防士、ハミングバードの皆さんお元気ですか。はい、6月16日のライブ最高でした。本当ありがとう。しかもその恋の相談で有名な高めぎくんとケイくん、高めぎ ね、うん、ケイくん、そしてその友人の菅原くんと仲良くなりました。これも全てハミングバードのおかげです。なるほどね。これからもずっと応援していきますので頑張ってください。福山さん、古谷さん、わんこそばに挑戦しましたか、それで何杯食べましたかっていうことなんですけど、ね、まだなんですけどね、うんうん、まあ、ぜひちょっと挑戦したいところですけどね、うん、今度ね、わんこそばのネタを一回ちょっと中継でやったり、いい、ね、実況中継いいですね、やる予感がしますね。はいはいはい、なんか絵も描いたんです。そうですね、うん、俺福山さん、ちょうど2人のハミングバードでね、うん、もうぴったりですね。いいですね、こういう友達同士の交流っていうのはね。ってちょっと待てよおいこの人さ、 PS 福山さん、古谷さん、わんこそばとか言って絵もさ、福山さんと古谷さんの絵がなんかでかくドーンってこれ君誰、君誰、これ、僕ですか僕ちょっと今黒木さん通りかかった誰だよこいつよ、ペニーレインの消防士、君は大事なことを忘れているよハミングバード3人バードなんだよなんで2人しか書いてないんだよ、なんで完全にこれ俺無視じゃないのこれPS までさ、うん、ちゃんと福山さん、古谷さん、そこで終わってんだよ。で2人の絵でしょ、うん、それリクエスト、でリクエスト、野生の目をした少年ってことなんだ。冗談、俺が詩書いてんだってこれあのどういうわけこれ、もうよく見てるね、ファンの人はね、こいつ狙ってんのかなこれ、それともわざと。いや、ハミングバードってやっぱ俺と福山あったらハミングバードだもん当然じゃんなあ、綺麗だそれな。なるほどね。みんなちゃんと覚えてね。ハミングバードは麻生翔一郎ってのもう一人いるからね。一応ね。書けなかったんだよ。いや。名前ぐらい書くよな。PS とか言って。そうだよ、だって分かってんのこいつ。いや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 。皆さん覚えててねちゃんとね。いやもうでもいい。なんかじゃあ人知れず頑張るよ俺は。あの水泳の帽子みたいな感じですね、このパンダの中からね。よくわかりませんよ、それで。俺はかっこよくかけてるよ、福山ですけどね。そらすげえや。じゃあその麻生翔一郎がですね、まだサポートメンバーだったファーストアルバムからね、一曲聴いてもらいましょうか。うん、ね。黒い羊。Oh, don't you get so lost
レーゲン。ハミングバーなんか先週からこのジングルすごいですね。せっかく俺気合い入って歌ってんのに落としてくれましたね。いいっすよね。かっこいいのもあれば落とすやつもあるという。俺は落とし役なんですね。さあ夏っすよ。もう暑い暑い夏がやってまいりました。かき氷食いてー。やっぱ汗水垂らして働きたいとこっすよね夏はね。働きたい働きたいっすか。まあビーチでね、なんかハンモックかなんかでビールかなんか飲んで、なんだもうバラバラだね。しかし昔は働くといえばうちらもやっぱりね、ほらやっぱ一応ブルジョワ育ちだけど、一応アルバイトとか、ちょっと待って、ブルジョワ育ちっていう言い方はちょっとなんか、はい、アルバイトいろいろやってたんですよね。やってましたね、アルバイト。やりましたね。どうですか皆さんは、どんなアルバイトを。っていうのもありましたけどね。もう僕はあのミュージシャンですから、はい、ずっと、ね、日がない一日バイトやってましたね。いや、もうミュージシャン金いるんだよね。楽器が高いんだこれがまた。もうあのリハーサル代とかも高いしね。そうですね。私なんかは、結構まあ知る人と知る水商売なんか随分やってましたけどね。水商売って何ですか。漁業ですね。あ、なんかいいとこつきますね。ミネラルウォーター屋さんでしょ。はいはいはい、もうつまらんってあのカラオケ屋に勤めてましてね。あ、今みたいなボックスじゃないですけどね。六本木ですね。そう、六本木なんですよ。うわ、このそこであの歌の勉強とあのタンバリンを叩く練習をちゃんと音楽にね、デビューに向けてやってたわけですよ私は。その当時ね、こいつとバンド組んでましたね、福山なんですけどね。あのね、もうカラオケのバイトが忙しくてバンドやめちゃいやんの。何が音楽だって、うわ、何が勉強だって、金を取ったと。福山遊びに来たんだけど、怒って夜帰っちゃってさ、朝起きたら誰もいねえの。ひどかったよね。そんなことあったね。なんかその時あれだして、六本木のマンションに住んでたらしいじゃないですか。イエーイ。で、なんか仕事場までタクシーで、イエーイ。嫌な過去の、ね、過去の栄光ですよそれ。栄光なんですかそれが。今実家帰りです私。でその後ね、バンドをね、あのハミングバンドの前身のバンドを結成した時なんかね、はい、広かったですよねあんたの生活ね。あ、ね、俺んちに居候したんだよこいつは。ド貧乏になってね、いきなり。もう私のバイトはいいですよ、もうそれにしておかないとボロが出るんで。人に歴史あり。じゃあ麻生さんなんかですか。僕ですか、はい、僕はね、うん、結構いろいろかなり種類はやってるんですけど、一番印象に残るバイトがですね、ありましたね、探偵をやってました。うわ、探偵、これはなかなかね、普通の人経験できないですよね。ないですよね。あの浮気調査から。あ、はいはい、結構ドロドロしてますね。これね、ちょっとラジオの前じゃ言えないようなことが ね、はい、ありますね、あったんで。ちょっとマジか、結構小道具とかあったんですか、この小型カメラとか。ありましたよ、小型ライター型カメラ。あのなんかほら、この靴のさ、そこのなんかトランシーバーみたいなのないの。そこまではないの。そこまでは。でも入った、僕18だったんですけど、その入ったその日からいきなりトヨタのコルサみたいな車を渡してくれました。これお前使っていいよ。でなんかこれ写真、この女のうちへちょっと一日貼っててくるとか、そういう18には辛い仕事だねそれね。でギャラがいくらかって言えば、もういくら欲しいんだっていう世界。あ、もうなんだ、ずっと探偵やったら今の生活やなくすんなのに。いや、でもちょっとそういうやっぱり ね、ミュージシャンとしてはね、やっぱそういう汚い世界は耐えられなかったと。はいはい、今ではあのファンの人にも見放されるような存在ですけどね。忘れられているような存在ですが、頑張っていたんです僕は。わかりました。福山さんは、うん、僕はね、もうやっぱ僕もね、もうかなりの数 の、 あの種類のバイトやりましたけどね。はいはい、一番印象に残ってるやつといえば、はい、何牛丼屋です。僕牛丼屋ですよ。これ一番牛いい、一番結構ね短い期間だったんですけどね。いや、ミュージシャンの登竜門ですよね。そうですね。なんとね、僕はあの某牛丼店、牛丼店のね、ある、はい、あの店でやってる一番有名なとこですね。そうですね。あのね、なんだ、シニアだったんですけど、はい、結構金がいいんですよ当時でね。でそのうちのね、5、6人もっといたかな、3人、4人ぐらい、もっとか、いや、ごめんなさい、5人がミュージシャンですよ、その中の。そのうちのね、3人ぐらいドラマーでね、あのオレンジ色のあの、あ、椅子あるでしょ。あれもう、だってあのスティックでパタ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 やってる。迷惑ですね。もう叩き潰してるんですよ。もうなんか、あのスポンジとか出ちゃったりして。うわ、客とかいない時はね。いましたよ、ミュージシャン、うん、確かに牛丼屋行くと、うん、特に深夜。そうで、深夜ね、あのそのなんだ、あの牛丼屋にあのミュージシャンが食いに行くんですよ、うんうん、よく行った、うん、てめえらよりうめえぜチキショーとか言いながら牛丼持ってるんですよね。情けないですね結構ね。いや、よく BGM でさ、よく洋楽とかかかってない吉野家って。いや、本当はね、邦楽しかかけちゃいけない、いいんですけどね。あ、ヘビメタかかってましたよね。え、関係ないですよ。もうなんか趣味がもろ出しって感じでしたけどね。
まあ、いろんな落ち着いて牛丼も食えやすいからお世話になってますよね全部ね結構ね、いや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 皆さんもね、夏に向かって金稼いでください。汗水垂らして仕事をすると、はい、そしてハミングバードのライブへ足を運ぶ。うまい、うまいまとめ方っすね、うまいね、さすがっすね。じゃあここで一曲、バイトといえばという曲を一曲聴いてもらいましょうかね。はい、何ですかそれ、うん、トトの。なんでだよ全然違うじゃねえかよ、はい、じゃあ私の好きな曲です、トトのロザーナ。愛すると、ハミングバード好きだ、ハミングバード。何をやってんだかね。はい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 、今日は何行きましょうかね。今日は可愛い曲行きましょうね。気分的にキノコの歌ね、はい、はいはい、大きな木になりたいですね。このまあ今日もレッドスペシャルで、盛岡レッドスペシャルで行きますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。あの山の中の貴様の下でお昼寝しようかな。森の仲間はみんないつも楽しそうに、僕の周り回って愛してくれる。だからこの間のライブに来てくれたポチ君からね、はい、手紙をもらいました。はい、質問ですね、はい、ようやくワンツースリーを買いました。遅い遅いどれもいい曲ばかりですね。特にその中でも僕は天国の男が大好きです。ところで僕はこの CD を聴いていて一つ不思議に思ったことがあります、はい、それはこの CD に入っているマクロスセブンの曲のハミングバードバージョンとマクロスセブンバージョンとではどちらが先にできたのですか、教えてくださいということで、2つあるんですよね。マクロスセブンで使ったのと歌詞が違ってたらいいです、はいはいはい、マイソールフォーユー、これだけはうちの早いですね。どっちマクロスセブンの早いですね、うん、あとは、なんだハミングバードバージョンの方が、できた曲ができたというか詞ができたというかですね、あれは早いんですよね。実は後からその作詞を詞を変えたというかですね、あ、こういう曲がハミングであるんだけど使ってくれみたいな感じだったんですね。そういう感じですね、はいはい、まあ、このプチ君なんかもそうなんですけどね、はい、割とハミングの情報を知りたい人が、割といるかなと思いますので、盛岡にも意外と多くてびっくりしましたね。そうですね、ありがとうございます、うん、そういう方たちのためにですね、ハミングバードは月1ずつにね解放誌っていうのを出します。ね、ぜひそれ興味ある方はですね、うちのロコスミュージックという事務所にね手紙をください。ですね、住所が、郵便番号152東京都目黒区高番、鷹って書いて番号の番ですね。鷹は鳥ですね、はい、鳥の鷹ですね、3-4-13、笹崎ビル、笹はこれはパンダが好きな笹ですね、それの B1、ロコスミュージックまでね、はい、ロングロングタイムズという開放ですので、それの、案内書をくださいと、80円切手を必ず入れて送ってきてください、はい、よろしくお願いします。待ってます。はい、それとですね、この夏ハミングバードは数々のイベントに出ます。7月27日土曜日、
秋田県田沢湖祭り、ここに出ます。だいたい16時頃、4時ですね、時間変更がありますので注意してください。無料で、田沢湖畔、バスで田沢湖畔というところで降りるらしいですけど、はい、ここで、やります。で8月5日月曜日、仙台七夕祭り前夜祭というのでこれに出ます。花火大会のちょっと前らしいんですけど、仙台西公園特設会場でやります。それから8月6日、これはですね、宮沢賢治100年祭、童話村フェスティバルイベント会場で、午前11時と14時の2ステージです。チケットは、その宮沢賢治フェスティバルの入村券を買っていただいて入ってくれればただで見れる。長かった、いっぱいありますね。皆さんお分かりいただけたでしょうかね、はい、今ので。まあ録音してわかるだろう。まあ、 次回も言いますんでね、はい、またまたおはがきやデモテープなどね、はい、送ってください、はい、この曲を優先でね。そうですね、リクエストもしてほしい。今かまだ間に合うさ、まだ間に合うさ。郵便番号020、盛岡市盛岡駅前通り 8-17 FM 岩手それゆけハミングバード係までね、はい、皆さん待ってます。グッズ送りますんでね、はい、それではまたまた来週張り切っていきましょうか。はい、それでは皆さんさようなら。